ヒラの仕目指すは中国進出か、大炎上した韓国ロケでの、シェイシェイ、発言と関連はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。元キング・アンドプスヒラの仕様が中国進出する可能性について、6月8日発売の、女性セブン、小学館、が報道。 ファンに動揺が広がっている。同志は、平野が退場前から密かに中国進出計画を知人に相談しており、中国の芸能事情や現地におけるセルフプロデュース方法について熱心にリサーチしていたという芸能関係者の証言を掲載。合わせて、その甘いマスクから、平野は中国で、奇跡の小さなビスケットちゃん。 という愛称で親しまれていることや、現地の SNS、美白でハッシュタグ、平野紫仕様の閲覧数が1.5億回を超えていることを紹介しつつ、中国での人気の高まりを伝えている。こうした報道に、ファンの間では、本人の口から発表されるまで信じない、という冷静な声が出ている一方で、もうどの国でもいいから、活動して顔を見せてほしい。 と、一刻も早い再始動を求める声も少なくない。また、今回の報道から、3月18日放送の冠バラエティ番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系での韓国ロケを思い出した人も多かった様子。というのも、同番組で平野は、冒頭から、シェイシェイ、と、中国語で挨拶。スタッフから、韓国語、どれくらい喋られるんですか と問われた際にも、シェイシェイ、大相に中国語で愛している北京ダック。俺、この三つで生きていますから、とやはり中国語を連発していたのだ。加えて、韓国の首都がどこなのかと問われた際には、パク、正解はソウル、と答え、その理由を、パクってよく聞くんで、と説明。 ネット上では、韓国に対して失礼すぎる。韓国行くなら、韓国のことちょっとは勉強しなよ、との指摘が続出したが、これに、潮君は天然ボケなだけ、悪気はないと思う、と擁護する声も目立った。この騒動は、これだけに収まらず、韓国の主要新聞、朝鮮日報のニュースサイトが、同20日に、挨拶は、シャシャ、首都はパグ、パク。 韓国をバカにした日本の有名アイドルが韓国ネットで炎上、と題した記事を配信し、国外にも波紋が広がる事態に。こうした経緯もあり、今回の中国進出報道について、この頃から中国のことを調べてたとしたら、納得、と見る人もいるようだ。なお、平野の退場後の動向については、現在情報が錯綜しており、 昨年12月13日発売の女性自身公文社は韓国進出説を報道。一方、先月18日発売の女性セブン小学館は海外進出を計画しているものの1年は休みたいと周囲に語っていると伝っていた。今のところ再始動の気配が感じられない平野。 海外進出が目標だというが彼はどの国での活動を望んでいるのだろうか。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。